バルキューレ警察学校公安局局長の緒方環奈です。犯罪者の尋問ならお任せを。
先生がこのような屋台にいらっしゃるとは予想外でした。そうですか。私はここが一番落ち着くんです。皆が恐れる普及の公安局の局長であっても、鎧を外せる場所ぐらい必要ですから。ですので今日は見なかったことにしていただけると幸いです。
先生を尋問して情報を引き出すのは不可能でしょうね。頼りはします。先生のような方であれば私たちが仕事をすることもないのに。独り言です。気にしないでください。の恋愛何をおっしゃって。先生を尋問して情報を引き出すのは不可能でしょうね。先生を尋問して情報を引き出すのは不可能でしょうね。先生のような方であれば私たちが仕事をすることもないのに。先生を尋問して情報を引き出すのは不可能でしょうね。先生を尋問して情報を引き出すのは不可能でしょうね。公安局が出動するためには必要な書類が多くて、シャーレの迅速な対応が羨ましくなる時があります。もちろん私にはこれらの責任を負う能力も権限もありませんが、コーヒーを入れてこようと思うのですが、先生も飲みますか？生活安全局の子たちはいい警察ではあります。ですが、重犯罪を担当するにはまだ早いです。ドーナツは好きではありません。手が汚れますから。狂犬のあだ名は、その恥ずかしいですから、あまり人前では呼ばないでください。生活安全局の子たちはいい警察ではあります。ですが、重犯罪を担当するにはまだ早いです。